ランドクロスの大地。小狐星座をモチーフとしたスチールクロスをまとう少年、スケボーを得意とし、明朗快活な熱血感。ランドクロスは高速走行能力を持ち、普段も動力付きのスケボーを乗り回す。シルバーセイント編にてバベルやアルゴルとの戦いで活躍するも、12級編以降は登場しなくなっていった。セイント星やオメガでは巨漢の闘士へ成長して再登場を果たし、オリジナルスチールセイント3人の中で最も外見が変化している。破損した甲賀たちの神聖クロスの修復が終わるまでの間、前線基地を死守するためショーや他のセイントたちと共にパラサイト大群との戦いに臨んでいる。スバルのことをスチールセイントの希望と呼んでいる。オメガ覚醒編ではパラス城内部へ突入した甲賀たちを支援し、パラサイト兵を食い止めるために奮闘。その際、衝撃波のような技を見せている。サターンの復活後は現れたエーギルと戦闘を展開し、3人のコンビネーション技で追い込むも、鋼鉄クロスが限界を迎えている。最後まで動画ご視聴ありがとうございました。ご意見やご要望のコメント待っています。ではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time.